じめまして、漫画家の桜井湊です。編集者の五島大輝です。よろしくお願いします。します。今回は講談社とリバプール FC のコラボレーションということで、3名の選手が試合前の儀式というのをテーマに4コマ漫画を描いてくださいました。その4コマ漫画を改めて桜井先生にまとめていただきたいと考えています。その4コマ漫画の制作を通して漫画の制作プロセスというのを伝えていける動画にしていきたいなと思っているんですが、桜井先生いけますでしょうか。はい、やってみましょう。では早速選手たちの漫画を見ていきたいと思います。はい、まず最初はこちらがライアン・フラーフェンベルフ選手の作品となってます。それぞれのコマはまず多分これがミーティングしてるコマですね。でその後音楽を聴きながら会場に試合会場に向かって、はい、そして入場してなんと3コマですねちょっと書きすぎて、ね、時間がなかったんでしょうね。そうですね、すごい丁寧に背景とかも書かれてるんで、はい、やっぱり時間かかっちゃったんですよね。はい、音楽とか何聴いてるんですかね。確かにすごい気になりますよね。選手たちが実際聴いてる音楽って、はい、なかなか分かんないですから、ね。そうですね、教えてほしいですね。そうですね。じゃあ次はジェームズ・マコーネル選手作品ですね。はい、はい、早速ペンが入りましたね。そうですね、なかなかいきなりペンで書けないですよね。やっぱペンで書くってすごい緊張実際もするんですか。そうですね、消せないんで結構勇気はいると思います。じゃあマジでマコーネル選手すごいですね。大物になりますね漫画家としても大物になりそうですね。はい、ではこれが1個目がご飯ですね。なんかライスプディングっていう伝統 の、 そのなんか運気が上がるって思ってるっていう風に語られたやつですね。で次が音楽を聴いてるシーン、はい、で次が、あれですね、ウォーミングアップのシーン、はい、でこの次が試合に監督に送り出されてるシーンってことらしいですね。そうなんです。ご飯が聞いたことないものなんで結構興味がありますね。食べてみたいですよね。はい、おかゆとかなんですかね、なんかみたいな感じなんですかね。なんか確かにそんな風な噂を聞いたことあります。すごいなんか甘くて美味しいらしいです。なんかやっぱそういうの食べてもうルーティーンとしてモチベーション上げて試合に向かっていくっていう試合前の儀式っていうのがすごい伝わりますね。そうですね、なんか無限に喋れちゃうので次に行きますか。はい、次が遠藤航選手の作品ですね。どうですか遠藤選手の作品は見てみてなんか感じるものとかってありますか。いやでもめちゃくちゃうまいですね。やっぱ日本文化に触れてきただけなんか漫画の描き方っていうのが分かってるような気がしますね。そうですよね。3コマ目のこのフィールドに向かっていく入場のシーンとかその漫画のパースの技法がちゃんと取られてて漫画慣れみたいなの感じますね。そうですね、遠近感が出てるんですごいですね。なんかすごいですよね。はい、じゃあ桜井さん、なんか3選手の今これで通して見てみたんですけど思ったこととか感じたこととかってありますか。やっぱりみんな音楽は聴くんだなっていうのは感じましたね。自分もめちゃくちゃ音楽が好きなんでみんな何を聴いてるのか結構気になりましたね。そうですね、選手たちの音楽も気になりますけど桜井さんってすごく作画されてる時とか音楽聴いたりしないんですか。いや、めちゃくちゃ聴いてますね。どんな音楽聴くんですか。ロックですね。へー、激しめなロックをずっと結構スピーカーで鳴らして書いてますペンが激しく震えそうですね。気持ちが奮い立つので、はい、それでは選手たちの4コマをまとめた4コマ漫画を作っていきたいと思うんですが、はい、普段先生はどういう風に作られているんですか。まずは話を考えるんですけど、結構まず一番最初に描きたいシーンを思い浮かべて、まあ、それが最大の山場であるのでちゃんとその前振りというものを作って描いていますね。それで言うと今回一番山場にするのはどの選手のどのコマがいいかなとかありますか。やっぱりこの遠藤選手の勝ってるシーンが一番山場になるんではないですかね。あ、このシーンですね、はい、確かに選手たちもみんな喜んでいてすごい最後の漫画としてのやっぱり締めとしてもすごく華やかなものになりそうですもんね。そうですね、最後に持っていきましょう。そうですね。じゃあそれに向けてってなると桜井さん的に特に気になってるとか選びたいコマってありますか。やっぱり音楽を聴いてるのが全員書いてるんで音楽の入ってるシーンは絶対入れたいので。確かにそうですね、はい、選手3人ともこうやって音楽入ってますもんね。じゃあ音楽のシーンは入れるって感じですね。なのでまずご飯を食べて、はい、音楽を聴いて、はい、でこちらの入場して試合に勝つっていう流れの方がいいんじゃないですかね。いいですね。なんか試合に向かってそして試合に勝ってっていう流れがすごい分かりやすくて、で試合の前の儀式っていう選手たちの思いも組んだ作品になってる気がしますね。はい、じゃあそれで今回4コマ書いていただけますでしょうか。了解です。
まず4コマなんで2ページで2コマずつで書いていきます。線引いてますね。まあ、まずはまあコーネル君がご飯を食べてるところから1コマ目書いていきます。まず最初は簡単にキャラクターの配置、あと簡単なポージングをちょっと適当に、顔の大きさとか体の大きさが分かる、最低限分かる程度で書いていきます。最初から本当に具体的に形を取っていくってわけじゃないんですね。そうですね、結構いきなり書いちゃうとその頭が大きいとか、手足が長いとかが結構出てきちゃうので、最初はもう本当に簡単に当たりっていうんですけど、こういうのを書いていきます。背景との位置関係とかが結構気になるので気をつけて書いてますね。あんまり連続して同じポーズにならないように顔の向きをあえて変えます。こうバスから出てきてアンフィードに到着したっていうシーンを、音楽聴きながらバスから降りるっていうシーンをこんな感じで書いてます。書きます。こんな感じですかね。3コマ目は入場してるシーンを書きます。はい、やっぱりあのリバプールアンフィールドの入場つったら、あの入場するところに看板があるんですよね、アンフィールドって。それをタッチしてるシーンが描けたらなって思ってます。確かに印象的なシーンですね。はい、象徴するような、やっぱり一体だけではなく、そういうあの複数に描くことによってやっぱり何か臨場感だったりとかっていうのが出るんですか。そうですね、ただキャラが一人だけいると、なんだ、写真を撮ってる感というか、その場を写してる感じがしないんで、なんとこういう人とかを描いて、サボらず描いてあげることで、その場を描いてるんだなっていうシーンにはなりますね。で、次は最後は勝利シーンですね。3人が喜んでるシーンを描きましょう。フラーフェンベルフ選手は多分190センチ近いと思うんで、一番前で大きく描きます。普段描いてる漫画だと自分でそういう高さ関係を決められますけど、今回だとすでにあの実際にいらっしゃる選手たちなので、はい、あのそこら辺はちょっとなかなか難しいですよね。あとやっぱポージングを一緒にならないようにっていうのを気をつけてます。バラバラである方がいいんで、ここに遠藤選手を描きます、ガッツポーズしてるシーンを、でここの隣にマコーネン選手を、こんな感じですかね。これで大体当たりは完成しました。ここで一回これをちょっと薄く消します。いや、思ってました僕はそんなに書いて大丈夫なのかなと思ったんですけど、一回消すんですね。消してちょっと分かりやすく、このぐらいですかね。で、ここからも書いていっちゃいます。まずは最初は自分は結構顔の輪郭から描くタイプですね。なんか目から描く人とかいるんですけど、俺はもう顔の輪郭から描いちゃいます。顔を描くときに難しいポイントとかってあるんですか。やっぱ両目をずれないように描くってところですかね。両目結構ずれちゃうんで、ここは結構気をつけてますね。なかなかいくら描いても一発では仕留められないですね。はい、そうなんですね。連載もかなりされてるので、あの今やお手の物なかと思ってました。いや、もう全然もう消しまくってますね。みるみる選手が、そして、あ、器ですね今から。そう、大体こんな感じですかね。マコーネル選手の朝ごはんシーンはこんな感じです。それではついにペン入れを。はい、ではまずはこれ筆ペンですね。この筆ペンで服の輪郭を先に描いちゃいます。結構ここから自己流なんですけど、なんで服を筆ペンでっていうのは。なんかまあ結構線の太さを出したいんで、筆ペンでがっつりいっちゃいますね。なかなか G ペンだと結構出にくい時は出にくいんで、思いっきり力入れれば出るんですけど、ちょっと疲れちゃって、筆ペンで先に服だけ主線を、輪郭をなぞっちゃいます。
こもずっと同じ線の太さではなく、うん、もうインスピレーションでちょっと大きさを変えたりとかしちゃいますね、うん、あの太さをこういう脇の下とか影になってるところとかは思いっきり太くしたりしちゃいますね。線の太さだけでもう陰影を表現してるんですね。そうですね、ここの袖のところとかもね、影なんで、うんうん、確かに髪を動かしながらいつも描いてるんですけど、うん、髪を動かす理由は、うんうん、この線を引くとき、こう上から下に行かないといい線が描けないんですよね。へー、そうなんですね、はい、逆に下から上に行くと紙とかに引っかかっちゃってインクが飛び散っちゃったりとかしちゃうんで、結構紙を動かすのが大事ですね、うんうんうん。じゃあ次、体の輪郭ですね、を描くんで、このインクを、うんうん、はい、使っていきます。なんかすごい漫画家っぽいですね、そのそうですね、こっから漫画家らしくなってきますまずはこの G ペンっていう、うん、このペン先で、うん、主線を描いていきます、うん。 G ペンの特徴っていうのはどんな特徴があるんですか？強弱が出しやすい線ですね、このペンですね、うん。これを多分一番使ってる漫画家さんが多いんじゃないですか、ね、うんうん。 G ペンは結構扱いが難しいんで、うん、最初漫画家さんは苦労する人が多いですね、うん。だから目ですね、目はもう寸分狂いなく描かないと表情が崩れちゃうんで、うんうんうん、ここは結構気合を入れて描かないといけないですね。髪の毛もね、むずいんでね、うんうん、優しく描いてあげないと太くなっちゃうんで、こういう同じように影になってるところは何度もなぞって太くしてますね。ここにもやっぱり強弱をつけないと。これライスプッティングですね。すごく細かなその山とかも綺麗に表現する。そうですね、自然に見えることが一番大事なんで、だいたい主線は OK ですね。では次、細かい線を描くためにこの細い線、丸ペンで描いていきます、うんうんうん。服のシワとか髪の毛の流れとか、うん、あと影ですね、の線をこのペンで自分は基本的に描いてます、うん。丸ペンと G ペンの一番の違いは何なんですか？これちっちゃいんで小さい線とか描けるために俺は使ってますね、うん。こっちだと結構さらって描けちゃうんで、うん。G ペンだと力を入れると太くなってしまう。そうですね、ちょっと力を入れるとすごい太くなっちゃうんで、うん、こっちは結構硬いんで、うんうんうん、そんなに力入れなくても線の大きさは変わらないんで、うんうん。割と太い線以外はもう丸ペンでっていう感じが。そうですね、もう ここまで来たら全部もう丸ペンで描いちゃってます。へー、こんなに複数の道具ありますけど、坂西さんのなんか道具へのこだわりみたいなところってあるんですか？いやー、ないですねまあでも常に同じものを使うっていうのはやっぱり認めたものでしか書けないんで。深井先生がなんでアナログで書いてるとかっていうのがあるんですか？もう楽しいの一言ですね。やっぱり個人的に会えば紙に書いてこそだと思ってるんで、結構デジタルで試したりしたんですけど、やっぱり紙で書いてた方が楽しいんで、それだけですね。だいたいこんな感じですかね。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、まず楽しかったですね。こうやって子供の頃からあのリバプールファンでずっと育ってきたんで、こういう形でまさか選手と関われるとは思いませんでした。どれもいい作品だったので、とても書いてて楽しかったです。ありがとうございます。今回のリバプール FC とのコラボレーションを通じて、選手たちの今まで見てこなかった試合前の儀式だったりとかっていうところ、新たな一面も見ることもできて、それをさらに桜井先生がまとめて一つの漫画として仕上げてくださったことによって、すごいコラボレーションで面白いものが見れたかなと思います。さらに漫画の制作過程も僕自身も知らないような桜井先生の制作過程を見ることができてとても楽しかったので、皆さんもこの動画楽しんでいただけたらなと思います。でこれから先、リバプール FC 桜井宮人先生を何卒応援よろしくお願いします。